もう見て。おはようございます。おはようございます。今日は日本一のずり山777段の階段にぽっちゃんと登ります。今まではこんなアウトドア的なことをやったことがないので、ぽっちゃんはできるかな。初めてだね。今日はね、ぽっちゃんに助けてもらいながら、ぽっちゃん引っ張って、どうかな。頂上に行くといい景色もあると思うので、おにぎりを食べましょう。はい、ぽっちゃんのおやつもあるんだよね。よし、それではドン、よし行こう。ね、頂上は気持ちがいい。スタート。じゃあ1段目。あ、すごい。これは。やばいじゃん。ゆっくり上がって。ちなみにここに段数が書いてます。100段。え、きれいです。でもね、最初ぽっちゃん引っ張ってくれたから楽だった。いや、これとか引っ張ってくんないんだけど。ぽっちゃん行って。はい、行こう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 。これだと引っ張ってくんない。引っ張ってはくれない。踊り場で座ろう一回。あ、早いじゃん。やっぱパッと体力あるんだね。122。ふっちゃんも息切れた。ちょっとはやっと舐めた。ギホーってなるよね、そのね、ひっくりかけられたらね。そうかな。よしか。で、ぽっちゃん、ほら、行ったよ。ついてけ。おお、はい。おお、おお、おお。わーい。早い、早い。半分以上行ったんじゃない？え？ 350。700、まだか。半分入ってません。どうした？ぽっちゃんがついてる。涼しくて気持ちいいんじゃない？なんか休もうちょっと。後ろを振り返ると緑です。ちょっとね、舌垂れてるからね、しゃがんだらなんかつくよ。めっちゃついてるし。そろそろ秘密兵器を出すか。そうだね。その2。じゃーん、保冷剤を入れたポシェット。ちょっと緩かったかな。はい、ぽっちゃんに保冷剤入りスパイベルトが装着されました。うん、ぽっちゃんはこれで冷えますね。暑いのから卒業だね。触ってみて、冷えてる？冷えてる。よかったね、ぽっちゃん。よし、行こう。これいいじゃん。さあ、ここで500。ぽっちゃんは Thank you. 後ろを振り返るとちょっと街が見えてきました。気持ちいるからね。555。道が開けてきたね。街が見える。ぽっちゃんの高さとこんな景色です。それでは行こう。頑張っ。このパワーでしたね。600を超えるとあっという間に開けた山の上。850。さ、ぽっちゃんは水、喉が渇いていることを忘れるタイプなので、体はちょっとかけてやるよか。よし。
じゃない。さあラストスパート654から登るよ。はい、すごい元気。6、7、771。あ、汗垂れてきた。はい、いよいよ777段です。ここが頂上。じゃあまずこっち後ろに見るとこんな感じ。こっちゃんの視点だと、あ、ちょっとこんな感じだよ。ちょっと見えないよ、日陰スポット。あー、よかったね。いい場所見つけたな、休憩スポット。頑張ったね、みんな頑張ったね。頑張った頑張った。はい、いいか。すごかったね、さすが若いね。疲れたね、さすがにね。もうエネルギーすごいね、やっぱ。うん、今日やついすっかい。おやつに、こっちサラにしようか。今まではね、手から飲まなかったの。いいな。そうぞ。この夜から水出ししたコーヒーを、すいません、お先に。そうですか。すごいぽっちゃんいい顔してるね。しみるわ。ぽっちゃんのじゃないんだよ。いい匂いするんだもんね。ごめんごめん。じゃあおやつあげよう。次頭部。食べてそうだけどね。すごかったね。聞いたことないね。登れんのかなとかさ、ちょっと思った気持ちもあったけどさ。じゃあ一人でなら3分ぐらいで上がるんだ。うん。じゃあほらおいで。オッケー、帰ります。なんか真剣な顔して降りてるからウケるよ。かな。じゃあ、はい、今438、楽勝だね。帰りはいい休みだわ。あー、厳しくなってきたよ、膝が。膝が笑ってる人がいます。早いんだもん、ぽっちゃん。はい、ゴー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 。ゴールです。あった、違う、ゴールって書いてあったら嬉しいのにね。ゴール、うわビビる。よいしょ。ぽっちゃん元気そうだね。うん。ということで本日は777段の階段を登りました。やったー。どうでした？ぽっちゃんがいたらちょっと楽だったね。楽だった。ぽっちゃんやっぱ元気なんだね。元気。超強い。うん。この後家に帰ってどうなったかっていうのを見てもらいます。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしければグッドボタン。10ヶ月で山登り始めたの。偉いね。またインスタグラムもやってます。それではポテンシャル2018でした。どうなるかな。こうか。やけんのポテン